ATV 群馬さんのブースにやってきました。そして根岸社長にいろいろお伺いしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミリミリランド、根岸社長はすごい発明家でいろいろ考えてどんどん使いやすくするようにパワーアップさせてるんですよね。はい。で今回新しい試みをしたよっていうことでちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、そうですね、実はこの RS1 シリーズって、はい、RS イコールルームスタイル、うん、で1はいろんな意味がありました、はい、一番いいよとか頑張ってるよとかそういう意味なんですけど実は1万円でローンで買えるよっていうんで150万からスタートした車だったんですよ。びっくりしました。衝撃でした。そう。ところが今やですねいろんなアイテムが増えて、はい、だんだん300万超えになり一番いい車だともエアコンつけて400万超えも出てきました。そうですね、はい、車体も高いですしね、はい、でその中で一つだけ私がずっと、はい、まあ他の商品他のメーカーの商品純正の商品使ってたのがカーテンなんですよ。はい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 。あとはもう一つ、車高パッドってありますね。ありますあります。吸盤で吸盤でねこうやってプチプチやってそう、はい、もうこれが一番安くていいよってお客さんに、まあはい、伝え、うん、これでまあいいものがなかったら逃げてたんです。逆に言うと逃げてたっちゃ自分で開発をできなくてカーテンとかうわで気に入らなかったんですよ。カーテンっていうのは、うんうん、これ低い性能の車だから、はい、外に立つと女性の方が困ると思うんですけど、うん、覗かれちゃうんですよね。あ、確かにあのカーテンってちょっとこう隙間ができるじゃないですか。そう、それが気になってはいました。そうなんとなく。そうなんですよ。でじゃあかつあの車高パッドみたいにつけるのに、はい、吸盤でつけると朝ペロッとなってるんですよ。そうなんです。意外とちょっと気がつくとペロッてなってます。 そこでですね、はい、私は磁石に磁石おいろいろくつける手段あるんですね、はい、あのいわゆるマジックテープとかあるんですけど。ありますあります。磁石相手がいなくても鉄板だったらくっつくんですよ。そうですね、鉄板相手だったらすぐにくっつける。そうだからあのマジックテープだと相手を作んなくちゃいけないでしょ。そうですね。でこれ鉄板なんで。そっか、むき出しの鉄板を利用したってことですか。いいですか、一瞬です。はい、ほら早いです ね、 ね、 これね。しかもサイズがちゃんとぴったり合ってますね。でここは下だからついてないですけどこれ磁石をあちこちに埋め込んであります。ちょっと触らせてもらっていいですか、はい、あ、本当だ、ちょっと細長い磁石になってるんですね。そう、この細長い磁石も見つけたんですよ。すごい、普通に丸磁石よく100均で強力なやつ売ってますけどこれは初めてですね、この細長い。これぐらいのね、細長いやつが中に縫い込まれてるのが、うん、触ると分かる。でもこれ磁石を入れながら縫い込むって結構な手作業で大変なんじゃないですか。しかもずれちゃいけないからこうね、実はこれあの、うん、まあいろいろ工法考えて最初は1箇所ずつ入れて、はい、正直言って磁石なんだけど、はい、ミシンで入れるとミシンにくっついちゃうんですよ。そっか、確かに。だから弱ったなと、作るのに。そうですよね。どうやって作るんだろうと、うんうん、でこれ周りのことをですね、業界用語バイアステープって言うんですけどね、はい、袋のテープですね、はい、折り返しの耳、これを先に縫っといて磁石を端からちょっ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 と連チャンで入れて、あとグニョ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 ってやって1箇所止め2箇所止めってやってってぐるぐるっと一周したらめちゃめちゃ手間かかるんだ。そう、あのまた大きいあのミシンじゃなくてちっちゃい小型のミシンでちょっ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 と縫ってって、ね、で固定するっていうことですよね。そうずれちゃいけないから役割が上がるんですよ、ね、でこれとこれがくっついたらすぐピンってなりますから。そうですよね、でピンってなります。これが位置が実は決まってて、はいはい、特にこの後ろを見てくださいこれ、はい、ね、上にも後ろね、はい、これなんかはこことか異物があるんですよ。異物っていうのはない車もあるんですけど、これ後ろのですねデゼルインナーミラー、あー、はい、この位置をずここには磁石いらないでしょ。そうですね、そうだからここにこうやってつけられるように。おお、そうこれすごい強力で、うんうん、まあすいません10年実験とかしてませんけど、はい、磁石ね10年後にどうなってるか分かんないんですけど、でもこの状態だったら全然問題じゃないかと。磁石だったら OK だと、はい、その前に多分布がどうにかなると思うんです。あ、そうですよね、はい、そうそうそう、だから磁石屋さんっていうのが実は存在しましてね、はい、それでいろんな磁石を取り寄せて。そうなんですか、すごい知らなかった。ケチれば安くするとね磁石って能力が悪くなるんですよ。そうなんです、ね、知らなかった。ちなみに1個200円ですからね、磁石だけで。磁石だけで。そうですよ、全部やると80何個使うんですよ。おー、すごいですね。そうだから磁石だけで高いよあったなとかね。そうですね、だから値段はちょっと手作り感もあって、であと気づきました、布これなんかあんまり
なんだろう、うん、柔らかくないですよね。これね、何の布ですか。これね、まずですね、これ椅子生地なんです。あ、だから簡単ベッド生地。へえ、そう、あ、こっちで使う側の生地をここで。おお、そのメリットは何なんですか。メリット、うんうん、あのまず厚で、厚、確かにさ、触った時にしっかりしてる生地が、生地感が、で遮光性もバッチリある。うん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 、そして何が起こるの、はい、やっぱりあのカーテンってみんなそうですけど、折り目がついたら格好悪いですよね。はい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 、一枚の布だからいつでもこう折ってしまったとしても、うんうん、意外とこの折りじわがつかない。あ、嬉しい。そう、そうなんですね。でそのだから喋ったここであれなんですけど、はい、カーテン生地で高いんです布は、メーターが。そっか、いいやつ使ってるから。そうそう、素材自体で高くなっちゃう。でも素材がいいから逆に言えばかん、あの快適だし長く使える。最後にもう一つメリットです。これはお客様次第なんですけど、こちらと床のマットは同じ生地で作れます。すごい、はい、だから色を全部コーディネートもできます。ここがまあ一つメリットというかね、はいはいはい、こともできるけど、基本はこの黒青黒ですね、はい、やってまして、うんうん、これで本当にこうやって、あ、もうこれねかなりねきついんですよね、あれがね。あ、ギリギリで攻めてるってことですね。そう、あのちょっと自分が中に入ってるわけじゃないんで、うんうん、ちょっとあの、まあ、あとは貼って少しこうやって磁石ですからね、どうでしょう。じゃあちょっと乗らせてもらっていいですか。まっすぐこうやってやれば、はい、はい、まっすぐなると思うんですけど。じゃあ、 ありがとうございます。ちょっと実際にレナさんやってくるんですか。でもあの、はい、結構しっかりしてて、あの、そうですね、見えない安心感がありますね。なんかやっぱりカーテンとかだと、あのミルミルランドのやつとかもたまにこう見えてる時あるんですよ。はいはい、なのでそれがなくしっかりこれ全部くっついてピタッてしてて、この隙間がないっていうのはなんか絶対そんな見てる人いないなって分かってるけど見えちゃうから中から外は。そうするとなんかちょっと不安じゃないですか。そう、例えばですけどちょっと今ね、はい、あのスライド飛ばしてみますけど、はい、スライドドアも、うんうん、あ、こっちします。あ、こっちは、あ、こっちはあの今あの規制の窓がついてるんですね。あ、なるほどなるほど、本当だ。ですからね、あ、すごい安心感あります。安心感でしょ。いい、皆さん、じゃあしっかり暗いし、これだけ今日明るいじゃないですか、外が。だけどここ全然光が通ってこない。そうな、さっきまで結構かなり、あ、暑いなって感じだったのが、はい、しっかり。そうなんです、嬉しいですね。これはくつろげますね。で前にもあるんですが、前の方、結構前の方まで、うん、あの前のカーテンって実はすごくあの私試行錯誤したんですね。これどういうことかというと、前のところってプラスチック全部なんですよ、はい、あのカバーがね。そうですね。でそこに私これ5秒、10秒ぐらいかな、設置できるものを開発したんです。あれオーバーに言ってます、すいません。5秒10秒とかすごい早く設置できるの。要はですね、眠い時とか、前は絶対に運転していって最後でしょ、ここはしていってもいいですよね、はい、この3面は、ね、やりますよ、はい、いいですか。皆、ね、さんそこのポチッとってください。こっちを、はい、プチプチ、それで行きます。あ、ちょっと待ってください。お、本当だ。これちょっといいですか。ごめんなさい、はい、もう一回じゃあやりましょう。すいません。いい、はい、じゃあこの設置です。設置はこれを、これなんかパイプです。パイプなんだ。そう、で それであとここで一箇所やって、超楽。楽でしょ。それでここのところで布をこうやって綺麗に整えれば終わり。はい、今ねこっちはね、あのパタンって倒してるのでこういう感じにはなるんですけど、はい、もうバッチリです。全然見えない向こう側が。そうなんですよ。あのね、ここの3面を一生懸命遮光パッドなり、こうなんていうのかな、折りたたみの昔からあるね、はい、遮熱とかやっていろいろ あるんですけど、これ完全にそうか見えないです。一瞬です。しかも楽。楽でしょ。あの3面やるときって寒い中とか雨の中もそっちやって、はい、それからこの中やって、外から行ってと、そう、それからこっちやってがいつも面倒くさいって思ってました。そうです。でね、これね、まあ、さっき言ったこのここね。これすごいですね。これね、何ですかこれ。これ鉄パイプ。鉄パイプなんですか。そう、鉄パイプだけど、もちろん、ま、真ん中抜けてる軽いやつですけど、はいはい、丸パイプでこれでパチパチってやって。はい、しまうときも本当に簡単なんですけど、これね、
さんが、はい、こういう形になって、はい、これを半分に折ります、はい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 ね、でこういう風になる、ね、これをただ単にこうやって巻いていけばこんなちっちゃくなっちゃう。うーん、そしてこのちっちゃくなったやつをここにとかその上に、はいはい、そのまんま入っちゃう、ポイッと、ポイッと、あ、ちゃんとそれも考えられた長さになってるんですね。大きさ、大きさが、そう、たまたま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 でもすごい。このパイプね、2分の1にしたのは、はい、1枚だと長いから、1本の長いから、ね、長い長い、はい、すごい考えられてますね。簡単でした。簡単でしょ。だからこのとこだけなんですよ。おー、ここだければちょっといいですか。どうぞどうぞ。もうね、着きました。そう、広げます。ここですよね。そう、でまずはここをポンとかける。で、そう、で入れちゃって、その時に前にやって、フランとなったところでここでパチッでかけるだけ。そう、かけるだけ。え、めっちゃ楽。しかも雨の時とかにいちいち外に出て、出なくてもこうやってやって回ってやってさらにっていうのがないので、すごいですね。こっちですか。ここでいいですか。はい、ピロンってピロンって。え、これはこれ簡単すぎて、簡単すぎるんだけど、あ、なるほどね。この磁石同士がくっつくっていうのが今分かりました。そう、はいはいはい、はい、でこれで、まあ、簡単にしまっとけばいいんですけど、うん、ね、設置してみてください。はい、これじゃあついたなと思ったら、上下はないですね、これはね。そうなんですね。そう、はい、大体もう、そう、それで一回くっつけてからちょっと引っ張ってやるっていうか、形を整えるっていうんですかね。そうですね、まあ、でもまあ片にするようならこれぐらいでもういいかなみたいな大体もうあの、はい、はい、見えないからいいかなみたいなそうそう、簡単、めっちゃ楽。そう、え、この生地って選べるんですか。一応あのね、遮光性があって意外といい生地ってこのシリーズなんだけど、このシリーズだけでね、うんうんうん、何色だろう、10色ぐらいはあるんですよ。あ、そうなんですね、うん、そうするとここの色とこの床の色を揃えても素敵ですよね。できます、できます。それはまあ一応黒は定番にして、色を選ぶときはちょっとですね、この周りのね、バイアステープがね、色をちょっとどのぐらいグレーにしようかとか色を選ぶんで、あ、そう、あれを買いなくちゃいけないからね。そうですねまあだからそんなんで楽しく、私どもがオーダーにこだわってやってます。え、これだけ欲しいっていう方も手に入るんですか。もちろんです。おー、じゃあ今もう買っちゃってる人もこっちに買い替えることもできる。ですえ、そしたらこれいくらぐらいなのかがすっごい気になってきたんですけど、はい、一応今価格設定したのは、前とこの後ろ5面で、ね、66,000円。66,000円、はい、6万円消費税ですね。そうですね。で前だけでも買えます。あ、なるほど、セパレートで。そう、後ろだけでも買えます。うん、あ、それいいですね。前だけで22,000円。あ、前だけでもとりあえず欲しいみたいな。後ろは45,000円。ちょっと割高になっちゃうんですけど、まあ、生地が、ね、あったりとかいろいろ問題がありますからね、はいはい、そうですね。分かりました。でこれアトレーじゃないですか。はい、でうちエブリーなんですよ。あ、ちょっとエブリーも見せてください。エブリーですね。いいとこ行ってきますね。エブリーもできてます。どうぞ。やったー、みるみるランド。みるみるランドのエブリーはバンなので、うん、あの今の鉄板方式でいけるじゃないですか。あ、いけますね。でこちらワゴンなので、はい、鉄板入ってなくないですか。これはどうしたらいいんですか。なかったら困るんですけど、はい、実はですね、よくよく見てみるとなんですけど、はい、向こうの車、スライドドアにくっついていったら分かりますか。はい、実はこの車もそうなんですけど、スライドドアのドアは鉄板が見えてるんです。じゃ あ, セカンドシートのところは鉄板 OK。 OK だから今ちょっと閉めますけど、はい、見てください。ほら、あ、本当だ、ワゴンだけど鉄板でいけちゃうんだ。いけちゃうんです。これ磁石でくっついてます。あ、なるほどなるほど。あ、そっかそっか、これ見えてなかったのでね。そうで、この車で一番要は難しかったことはどうしようか、まあいろんな考え方あったんですよね。止めるなったらマジックテープとかいろいろあったんですけど、はい、ここのクォーターガラスってよく言われますけども、はい、後ろのその開かないガラスのところですね、うんうん、ここのところをちょっと私が今からやります。お願いします。はい、すいません、実は皆さんこれなんです。あ、同じ生地じゃないですか。同じ生地なんで。でも
ホックがついてる。これでボタン形式？そう、ここに4箇所ホックつけて。あ、そこにつけたんですか？そうそう、こんな目立たないでしょ。すごいですね。それでこれでちょっと立体なんですけど、ごめんなさい。はいはいはい、はい、立体なんですけど、ここでパチンパチン。おお。どうですか？あ、これ簡単ですね。これでいいんじゃないかなと。わあ。そしてこっちの方も磁石でくっついてます。あ、本当だ。そっか、鉄板のところはさっきと同じように、そう、磁石でつけます。はい、上も実はバックドアはバンと一緒に磁石でつけられる。あ、本当だ、ついてましたね。はい、はい、これで全てクリアですよ。おー、やったー。ここだけだったんですよ、悩みが。エブリーのバンだけじゃなくワゴンにつくっていうのは嬉しいですね。さらに前ですね。はい、前大事です。前大事ですよね。とっても前です。エブリーバンってもともと上にアッパートレイがあったら知ってますかね。はい、このエブリーバン、ここにごめんなさいね。そうなんですね。うちのやつはついてなかったんですけど。あ、本当に普通のやつはついてるってことですね。年式なのかな。そうですね、年式ですね。あれだ、ごめんなさい、クルーズっていう、あ、くやごめんなさい、エブリーバンだから、ジョインっていうグレードはこれついてるんですよ。あ、そっか、グレードによってたやつ、ね、それプラス、ワゴン車も、今の方、はい、一番最新型はこれがついてるんです。ああ、そうなんですね。 その前はメガネケースがついてたんですよ。うんうんうん、でこれになったおかげで同じことができるんです。ここにあります、これです。じゃん、出たー。そう、はい、ね、これで、そう、これをここに設置します。そしてここでパチン。早いわ、全然早い。これ何秒かな、10秒すみません、10秒ってのはすごい、いやでもそれぐらいです。怒ってました、すみません。いやいや、早かったです。そうですね、こんな感じでできます。はい、まあ、隙間がないのも本当に嬉しいですね。そうですね。でこれでやるとこの昼間でもかなり、はい、そうですね、かなりいい遮光性が、あ、暗い状態で寝られますね。はいはい、すごいすごい。はい、後ろ閉めちゃう、本当に昼間でもじっくり寝られると思います。そうですね。はい、そうするとちょっと目休めたいとか、そうです、ね、お昼ご飯の後自分の車に戻ってちょっとリラックスした時間とかも出ますね。はい、そうですね、とうとうできたんですよ。すごい。こちらも6万円ですか。これも同じく6万6000円、数一緒ですから、6万6000円。そしてもう一つここで紹介したいのが、はいはい、この後ろの中から開けられる紐。ベルトがなんか、ベルトがついてます。はい、ピローンってついてるのは、そう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 、これもですね、併設できるんですけど、はい、これは紐形式で中から開けられる。おお、そうすると一回閉じちゃって、で中から開けたい時に、そう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 、簡単に開けられるんですね。開けられるってことですね。これ帯紐にしたのが一つのポイント。ポイント、なんで帯紐にしたんですか。そうするとこの貼ってある板の間から無理なく出せる。はい、そして遮光パッドも邪魔にならない。確かに確かに、干渉しないですね。そう、みんなここのところ、この上にですね、丸穴開けてそこから紐出してるとかあるんですけど、あ、めんどくさいですね。そう、これ遮光パッドと両立するんですよ。そうですね、両立してた方が楽ですね。そうそうそう、これがね、これ開けますと、はい、ほら両立するの。そういうことも考えて、この遮光パッドがですね、遮光パッドじゃない、ごめんなさい、カーテンシェードっていう名前か、カーテンシェードが生きるんですね。はい、はい、こういうことなんですね。すごいすごい、はい、いいですね。ということで、こんな商品をずっと開発したんですけど、うまくいったなと。かなりうまくいきましたね。はい、すごいですね。やっぱりその遮光性もすごい大事ですし、うん、はい、だけど簡単にできるっていうところが、やっぱりカーテンもパッパって言って簡単じゃないですか。だけどキュッキュッてはめるやつはちょっと面倒くさいし、剥がれてきちゃうっていうところが ね、これだったら取るのは早ければ10秒。10秒、そうですね、全部でね、ダブラってパラパラって、これね、パパパパーンってやってね。そうですよね、これやってね、10秒これで終わりですもんね。そうですね、本当に早く簡単に。そしてシワがつかないっていうのもすごく嬉しいですね。そうですね。これであとですね、皆さん、まあ、私その片付けながら話しますけど、はい、びっくりしたことがあります。何ですか。まずこれを見た時に、誰って言ったらいいかな、
女性と男性だったらどちらがすぐ食いつく食いつくって言ってるこのもう絶対女性だと思う。女性なんです。女性の方ってやっぱり中見られたくない。そう、絶対その欲求が女性の方が強いので、あとプラスやっぱり簡単、簡単大事です。そう、しまってこの粗相がないぐらい、このなんていうんですか、そう、シワならない、うん、ここにだ女性の方はいいねがつくんですね。つきますね。でなんならだって洗えそうだもんとか。ああ、それはあるかもしれないですね、うん、だからそういうので女性の方に見せるとみんなえーって目まん丸くして、うん、そう、これいい、これなんかもちろんね、メリ社長のお車でも合うけど、ミルリーとか他のね、あの方たちにも知ってもらえるだけで、そうですね、絶対いいと思います。そう、うん、ただ女性に優しい。とにかくですね、皆さんね、オーダーはもらいたいんですそう、でもオーダーもらいたいんだけど手作りなもんですから、はい、一つ一つ丁寧に作っているので、そうですね、ちょっとお時間いただくかもしれませんけれども、そうですね、さっきの作り方伺ってたらかなり丁寧だったので、そう、気になる方はね、早めにミルミルランドさんにこれ欲しいんだけどって言ってくださいはい、じゃあね、概要欄の方に URL 貼っときますので、はい、気になる方はぜひチェックしてみてください。すいません、ミルミルランド、ネギ社長こちらもお願いします。先ほどは、はい、シェードできたよということで、はい、RS1 のシェード、はい、エブリータイプ、そしてアトレですね、アトレのタイプ、はい、はい、見せていただきました。でそれの他にですね、大反響のある RS のプレミアム、はい、ハイエースベースのバンコンなんですが、こちらまた変わったところがあるよということで、はい、そうですね、はい、はい、拝見させてください。じゃあまずはね、ざっとこの RS プレミアム、どんなお車か、レギ社長から特徴を教えていただけますでしょうか。はい、RS プレミアムはですね、プレミアムって名前の通り、一応当社としては最高峰の空間を持つ車両ですね、はい、でハイエースのスーパーロングキャンピングカー特装車を使ってやってます、はい、それで今回ですね、実は先ほどからお伝えした通り、とうとうですね、これに400アンペアの、バッテリーを搭載してございます。はい、もうね、2023年の夏に400アンペア積めるようになりましたよっていうのをね、はい、教えていただきました。そうですね、でそれプラス上にですね、ソーラーが 160W2 枚積んでおります。おお、ソーラー充電で、もうこれでですね、もう大体終わったんですが、できることはね、ただ充電のシステムに私不満があったんですね。はい、夏にちょっとお見せした車両っていうのは50安のソーラーと走行充電、一体型の充電器使ってたんですけども、はい、使っていらっしゃいました。はい、実はその400アンペアの充電器、もう一つその上がありまして、はい、60アンペアの単体充電器がある、走行充電器。おー、それとそれはソーラー別充電ということで機械を分けまして、やったところですね、なんと走行充電でエンジンかけた時でも60アンペア、まあ、ソーラーに関しては320ワットなんで、だいたいいい時で20アンペア、20アンペア入ってくる、はい、およそ80アンペアで夏場なんかは充電できるんじゃないかと思われるシステムですね、はい、これをちょっと実現したんで見ていただけますでしょうか。ぜひぜひ。はい、こちらなんですけれども、はい、これ実は新型、今日発表です。今日発表だったんですね。そうなんです、今日も新型持ってきたところなんですけど、お、はい、もともとこのレゴシリーズの400アンペアの、バッテリー前に積んでございますが、はい、充電器部分もかなり大きいので、ここですね。あ、そこにお部屋があるんですね。はい、かなり容量というか、ね、そうですね、大きい感じがしますね、見てるだけで。具体的に時間60アンペア充電するので、まあ、例えばこれ1日エアコンですね、 4,5 時間使った場合200アンペアぐらい多分使うと思うんですけども、はい、これで3時間から4時間の充電で走行だけで満充電になります。お、じゃあもう走ってる間に次の目的地に着く時には満充電の状態だよっていうことですね。多分そのぐらいいけると思います。で私がこれが実はですね、はい、ここに書いてあるんですけど、はい、2003日の
車旅で大活躍っていう風に書いたんですけど、実はここなんですね、はい、400アンペアあれば、うんうんうん、もう何もしなくても多分これだけでも相当、エアコン等が使える、うんうんうん、プラス走行充電をもっと良くしてあげられれば、まあ、十分に電力が貯められる、はい、これをちょっと実現した最終、今のできる中で最終形がこちらの車なんですね。おー、はい、いいですね。そうすることによって、はい、もう安心して充電が可能になる。もうこのね、400アンペアっていうリチウムイオンバッテリー自体容量大きい、はい、だけどそこに、供給するのが時間かかってしまうと、ちょっとずつ目減りしていくわけじゃないですか。そうです。それがこちらの大きな、バッテリー供給を入れてあげることによって、はい、どんどん走行充電で、入れてくれるので、すぐに満充電になってしまう。そうですね。3時間ぐらいだったらちょっと遊びながら移動してるんで走るんじゃないかと、そうですね、まあ、考えて、はい、作った車なんですね。はい、でおなじみのそのこの400アンペアのバッテリーもですね、ちょっとよかったら見てください。はい、サードシートの下の部分ですね。はい、根木社長、はい、今見せていただきましたが、3列目シートの下に出てきましたね、400アンペアの。そうなんですよ。これね、横たわれるんですよ。あ、それ大丈夫なんですか、安全性とかは。もちろんですよ。これに関しては60以上の安全措置がもう入ってて、はい、横置きは OK。あ、横置き OK なシリーズなんですね。シリーズですね。すごい安心です。液体が入ってるわけじゃございませんのでね。それで、この、装置ですけども、なんとですね、椅子下にちょうど横置きにすると入るんですよ。嬉しいですね。はい、それでここのところにバッテリーを、うんうん、設置して、はい、インバーターを設置して、はい、そして2000ワットですね。はい、2000ワットですね、はい、でその隣の部屋に充電システムを入れたという形なんですね。今までだと小さなバッテリーだったわけじゃないですか、はい、100アンペアとか。そうですね。でそれをやっぱりエアコン使いたいっていう欲求によってどんどん今大きくなってきているんですが、はい、そうですね、だけどそのリチウムイオンバッテリー自体の今度充電に時間がかかるっていうに問題が生じていたところを根木社長が今回解決したということですね。まず解決ですね。もう今できる範囲で解決しました。うんうん、でこれだと大体私が今まで、鉛のバッテリーは、1153つで345、はい、それに関して大体200アンペアぐらい使えたので、うん、エアコン、夏場で大体4時間使えたんですよ。でこれだと倍の8時間、はい、8時間いけちゃう、はい、ってことですね。おそらく夜だから8時間まるまる使うことは多分ないと思うし、出力も落ちてくるからね。はい、そうですね。そうマックスで使うわけでもないので、そうですね。あと走行充電をとにかく強化してあげられれば、はい、2泊3日も十分いけるようなシステム組めると考えてました。いいですね。はい、それがもう可能になってきているってことですね。可能になってきていると思います、うんうん、これでね。はい、だいたい400アンペアをそもそも積んでる車自体はかなり珍しいと思いますので、はい、私もね、そう300は聞いたことは結構あるんですけどね。300まではね、オプションとかで増やしていってできますよっていうのはね、伺うんですが、はい、やっぱりね、400クラスになってくるとまだまだこれからかなっていう。そうですね、はい、少ないと思います。そうなんですよね。実は1個体って私よく言います。並列で100を4つとか、うんうんうん、200を2つとかっていうやり方あるんですけどね、はいはい、やっぱり電気の管理、要するにこのもの自体が安全管理する上では1個体が一番いいんです。制御、うんうん、が効くってことですよね、はい、でこれ Bluetooth と通信して今の充電状況とか、うんうん、運転席が見れスマホで見れるようなシステムを持ってますので、はい、でとにかく安全管理を考えていくので1個体をおすすめしたいと。はい、なのでこれからもう、RS プレミアムにはこちらをつけたらどうかっていうのがね、根木社長の一番の提案ということですね。そうです。でこの車を、リチウムバージョン RS プレミアム LV としました。おー、リチウムということで、リチウムバージョン、はい、リチウムバージョン LV って聞くとね、女性が喜ぶようなロゴですけどはい、ということで、はい、じゃあ最後にメッセージお願いします。はい、当社の車作りは安心安全、そして、できる限りの全力尽くして今の最高峰のシステムを作ります。それから、作り手 の工場長、はい、清水によってとにかくですね、
きめの細かい細部までしっかりした車作りですね、うん、手作りで、うん、はい、こちらを再現してまして、はい、おそらくあのこの車どこ見てもですね、うん、本当にあの、手抜きのない丁寧な作りしてますので、うん、ね、はい、ぜひね、あの100万円けずにしかるずさん見に来てください。はい、どこに行けば見に行けるか、はい、会社のある場所を教えていただけますでしょうか。はい、私ども群馬県高崎市になりますが、高崎も広うございます。はい、関越道前橋インターから降りて5分。早いですね。早いですね、はい、もうすぐなんで、あの関東なんていうの、北関東なんですけど中心のところにはございますので、あの来やすいと思いますので、まずこの車をご覧になってからご検討いただければと思います。はい、ありがとうございます。ではね、概要欄の方に URL 貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。今日はいろいろ教えていただいてありがとうございました。